兵庫県知事の井戸俊三です。県内の新型コロナウイルスの新規感染者はクラスターの発生などにより昨日過去最多の106人となりました。今日は103人で、この1週間で557人に上っています。このままの状態が続きますと病床の逼迫を招くことにもなりかねず、そうならないためにも今ここで感染拡大を食い止めなければなりません。皆様や大切な方の命健康を守るため、改めて次の5つの場面に注意してください。1つは飲酒を伴う懇親会など、2つは大人数や長時間に及ぶ飲食、3つはマスクなしでの会話、4つは狭い空間での共同生活、5つは休憩室、喫煙所、更衣室など仕事の場からの居場所の変化です。これらの場面では感染リスクが高まりますので、その後のご自身の体調や行動に注意してください。クラスターが発生している医療機関や社会福祉施設、大学等の施設、事業者の皆さん、県民の皆様には特に次のことを徹底してください。まず医療機関、社会福祉施設関係の皆様へのお願いです。院内や施設にウイルスを持ち込まないため、職員の行動や健康管理を徹底してください。そして面会者や委託業者等に対しても注意を促してください。2つは院内や施設内で感染が疑われる事案が発生した場合は、速やかに健康福祉事務所や保健所に連絡協力してください。大学関係の皆様へのお願いです。まず事業そのものよりは飲み会や寮生活、部活動などでクラスターが発生しています。これらの場面では感染リスクが高まることについて、教職員や学生等へ注意を促してください。2つにウイルスの持ち込みを避けるため、職員の行動や健康管理を徹底するとともに、来訪者、出入り業者に対しても注意を促してください。3つに、学内で感染が疑われる事案が発生した場合は、速やかに健康保険事務所や保健所に連絡、協力してください。続いて、飲食店事業者の皆様へのお願いです。GoTo Eat 参加の飲食店では、パーティション、アクリル板、テーブルなどを利用して、利用客が家族や介助者などを除き4人以下の単位となるようにサービスをしてください。2つに GoTo Eat に参加されない飲食店に置かれても、利用者が家族や介助者などを除き4人以下の単位となるようにご協力をお願いします。その他の事業者の皆様におかれては、従業員に対して職場や寮のほか仕事後の飲み会などにおける感染防止の徹底を呼びかけてください。2つに業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底し、感染防止対策宣言ポスターを掲示してください。3つに兵庫県新型コロナ追跡システムへの登録とQR コードのテーブルやカウンターなど見やすいところでの掲示をお願いします。県民の皆様へのお願いです。ガイドライン等に基づく感染防止策がなされていない県内外の感染リスクの高い施設、特に接待を伴う飲食店、お酒の提供を行う飲食店、カラオケなどの利用を控えてください。2つに飲食店を利用する場合は、家族や介助者等を除き4人以下の単位ごとになるようにご協力をお願いします。3つにマスクの着用、手洗い、身体的距離の確保など、密閉、密集、密接の3密の回避に努めてください。そのために兵庫スタイルに取り組んでください。特に近距離の会話、移動中の車内でもマスクの着用を徹底してください。4つに、冬季を迎え暖房を使用する場合でも室温が下がらない範囲で窓を開けるなど換気を徹底してください。接触確認アプリ COCOA、
兵庫県のコロナ追跡システムの利用をお願いします。医療機関や社会福祉施設等への面会などでは感染対策に注意し、施設の指示にご協力をお願いします。最後に、感染症に対する正しい知識や理解を深め、憶測やデマなどに惑わされないようにしましょう。そして医療関係者や患者関係者などへの風評被害、差別を防止することにより、感染者や濃厚接触者などが保健所の調査に協力できるようご協力をお願いします。医療福祉従事者をはじめ、県民の健康や暮らしを支えている方々やその家族に対して、思いやり支え合いの気持ちを一緒に持ってまいりましょう。皆様一人一人がうつらない、うつさないとの強い思いで取り組むことが大切です。一層のご理解ご協力をお願いします。